飛ばすから乗ってくれる？ イエー！
Okay, come on, drums! Hey, 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 yeah. No, 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 no! Hey, 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 yeah. No, no, それじゃ微熱にいけねえぜ、yeah.もっともっともっと声が出るだろう、yeah. Hey, 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 yeah. Hey, 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 yeah. Hey, 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 you see. Hey, 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 hey.過ごしてる出ちゃいけない人だと決めていたはずなのに何気ない会話ばかり重ねて君と僕の微妙なバランスリレーションこの運動すり抜けて気のない素振りを見せて僕を試し続けてる神様意地悪だね熱が続いたままピンクスキンのキャラソン月の下で会いましょう夢から目覚めた Hold the world Hold your dreams tonight 心にもう嘘がつけないから Hold your love Close your eyes tonight その香りが理性のかき消すイミテーションこの手を伸ばしたらすぐ届く距離なのに罪と罰を背負って僕は嘘つきのままで もう君のこと以外に考えられないからこれ以上近づいたら張り裂けそう持てる勇気の全てで奪うことができたなら愛の重さとその意味ずっと探しあぐねてる今夜も揺れてる薄暗いこのステージたった一つのスポットライト俺の選んだ人生さ今でも夢を見ているロックオンスター願いは必ず叶えろ当てた人の歌手の歌うのさツアーに
ありがとう。頑張ったよ。本編最後の曲になりました。僕のソングファイルもね、ずいぶん厚くなって、最後の曲、ため息最後の曲を何にしようかなって思ってね、で今一番大事な曲を歌おうかなと思って、 Belief って言うんですけど、意味は心に強く思うこととか、心情とかさ、そういう意味なんですけど、初めて聞いてくれる人がどの程度だって今日伝わるのかなとは思うんですけど、リラックスして聞いてください。今日ね今日でもこうして初めて会って、人は出会う、出会いがあると必ず別れがあるでしょ。でこの曲はお別れの曲なんだけど、でも決して後悔のないさよならの歌で、僕もそういう時にはこうありたいなっていう気持ちもあるんだけど、本当に今日の、この日は僕は絶対忘れません。ありがとう。気持ちを込めて、遠い記憶の海で
聞こえてくる。それは遠い過去だな、それとも未来かな。波打ち際の小舟の上で星空を眺めてた。止まった。ただ強く抱きしめた。忘れられなかった。僕にとって大切なことは他に何も。神様はいるのと。
ありがとう。ここからアルコールじゃって僕ね飲めない下戸です。いやアンコールだからちょっと気楽に やる。ちょっとメンバータバコ吸いたいって言うからさ一曲予定になかったんだけど弾き語りやっていい？いや大丈夫だよね。いやさっきさ昼たまたま道ですれ違った人いたでしょ？今日来てる人で頑張ってください。 ありがとうございます。私コロナ禍のスイーツ好きなんですけどインストしか聞いたことなくて今日楽しみでって、いやメニューにないってそういえばクリスマス近いしなんで外したんだろうなと思って。本当はフルオーケストラのでやる曲なんですけど作ったのはピアノ一本だから今日は原曲で、ちょっと早いけどメリークリスマス。
じゃあここで今日の素敵なメンバーを紹介したいと思います。オンドラムス村田克美、イエーイ。村田さんは中山美穂、高原宗志彦をはじめ日本のポップスをど真ん中歩いてきまして、西条二さんもね、やってて、西条さんは僕もとても可愛がってもらってますけども、村田克美さん続いてベース杉由紀夫、杉さんは木杉隆夫さんとかやってて、いつも僕の後ろであったかいオーラをこう出してる人ですね。ギター中野真也、中野さんに限らず、さっき大阪戻りですよね、大阪から戻ってきて、フォーリブスやってたんですよね。途中でニッチもサチも弾かれたらどうしようかと思ってキーボード片岡秀明、yeah?誰か彼に免許の点数上げてください。すごい真面目なんだけど運が悪い。そして我らがバンマース遠山豊、イエー。遠山さんとは最初に会ったのは、みんな LR ってバンドを覚えてます？よくドアをノックする人たち。その人たちの最初のシングルズ&モアってアルバムがすごく好きでね、すごいと思って、でスコアブック作りたいと思って、で僕が作ろうと思った時にメンバーだったんですね、岡井大二さんとかと一緒に、それで、知り合って一緒にスコアブック作って以来の縁なんですけど、今日はこうして一緒に音が出せました、遠山豊さん、イエー。今日は本当にみんなのおかげでいい夢が見れました。でも明日からはね、またシビアな毎日が待ってて、でもだからこそ歌が書けるのかなって思ってます。次の曲も最初地下鉄のね、コンクリートの壁に持たれて行き交う人を傍観しながら口ずさんでできた曲です。僕の心の叫びを聞いてください。揺らしてた
カリフォルニアが聞こえた冬の頃だった。うずくまって通りを過ぎる人を見ていた。芝生茶の紙切れ一つテーブルに置いて、星屑たちの降るあの街に送った帰り道、あと何もなくしてゆくのさ。ネオンライト抱きしめた眠らない空に届け、誰かに伝わるまで歌い続けるんだ。 Oh, oh, like, oh, like 悲しくなるんだ。降り出した雪にさえ僕だけの思い出があるから、でも曲じゃ終われないから。結構今胸がいっぱいで歌えなかったら一緒に歌ってよ。お、サンキュー、サンキュー、ありがとう、ありがとう。ラストソング、足部色の街にこだまする、飛び出した僕たちが輝き始めて、街中でほら踊り出す、まるでピエロのメポな明日がいつの間に捨てて、悲しみは風に吹かれ歌声が響く、教えくれる忘れ物たち、明日の夢を口にしなくなる、心開いてもう
りそうだ。あの頃の仲間たちの声、ピアノの蓋を閉じても街の片隅で歌い続けてた。あの頃もっと震えるメロディー、確かなもの探せなくて理解はしなかった。夜目がしても輝いた目をまだ覚えてる。流れる時に夢が吸い込まれ、僕は駆け足であの場所へ走る。人手のないライブハウス、置き去りの窓から、色あせたポスターの隅、ステージをじっと見つめて、目を閉じれば聞こえてくるよ。また会いましょう。バイバイ。
人で今夜も揺れてる。